クラトソップ砦のレプリカルイスクラーク国立修立歴史公園はアメリカ合衆国のコロンビア川川口付近にあるルイスクラーク探検隊を称える公園群であるアメリカ合衆国,国立公園局オレゴン州ワシントン州が共同管理している2004年11月12日に開園したルイスクラーク探検隊は太平洋に到着後 クラトソップ砦で1805から1806年の冬を過ごした。ルイス・クラーク国立州立歴史公園は、クラトソップ砦のほのコロンビア側北岸にあるワシントン州側上陸地点の数カ所と、オレゴン州にある史跡の数カ所を保存している。連邦政府が管理する史跡は、1958年5月29日に、 フォート・クラトソップ・ナショナル・メモリアルとして指定された。その後、1966年10月15日に、アメリカ合衆国国家歴史登録罪に指定された。2004年10月30日には、ルイス・アンド・クラーク国立歴史公園として、以下の史跡が再指定された。エコラ州立公園から、南方の海岸線を眺めた景色。ヘイスタックロックが遠くに確認できる。 ルイス・クラーク探検隊が1806年に困難を伴いながら旅をした地点である。今日、エコラ州立公園には数キロ長のハイキングトレールがいくつか整備されている。ヘイスタック・ロックとニードルズは公園内の多くの地点から見ることができる。1985年の映画ザ・グーニーズの多くのシーンがこの公園で撮影された。1991年の ポイントブレイクのラストシーンは公園内のインディアンビーチで撮影された。スティーブンズトリデは1500ヘクタールの公園内にあり、歴史研究、自然研究のほか、レクリエーションの場として機能している。スティーブンズトリデはコロンビア川川口で3施設から構成される、港湾防衛網の主要防衛施設であった。サンセットビーチは、 クラトソップ砦を起点とするフォートとシートレールの終点である。太平洋に面しており、北にあるディサポイントメント岬と南のエコラ修立公園と合わせて広大な景観を楽しむことができる。ディサポイントメント岬灯台ディサポイントメント岬修立公園古くはキャンビートリデ修立公園として知られた公園で太平洋に突き出たロングビーチ半島にある。 キャンピングパークである。海岸線は 43km に及ぶ。灯台が2棟あるほか、案内センター、ハイキングトレールがある。ディサポイントメント岬歴史地区は1975年8月15日に国家歴史登録財に指定された。コロンビア鳥では、古くはコロンビア川川口北岸にあった海岸用放題として機能していた。 公園は240ヘクタールの面積を有し、コロンビアトリデと地域史を紹介した案内センターがある。また、チヌークポイントと呼ばれるアメリカ合衆国対グレーが初めてコロンビア川を見たとされる地点が含まれていると考えられている。この功績によりアメリカ合衆国は北西部の領土権を主張する基礎を築いた。チヌークポイントは1961年に 国定歴史建造物に指定されている。ありがとうございます。